こんばんは皆さん、月曜日のお仕事もお疲れ様です。お疲れ様でしょ。みんなもしよかったら無料のハロウィンギフト欲しいな。こんばんは。三脚を変えたから高めの位置からの配信、ちょっと上からの上から配信こんばんは。カイトさん、かわいい、お疲れ、愛してる。フラペチーノさん、ベースボール野球ボール、アスパラさん、お化け、スーさん、ハート、としきさん、お菓子、コナンさん、野球ボール、ヨッコちゃん、お化け、アスパラさん、かぼちゃ、エーランテさん、お菓子、ヒロさん、風船、鈴木さん、だるま、カイトさん、かぼちゃ、ヨッコちゃん、エスティサギちゃん、カズキさん、お菓子、キズナさんもお菓子、リンタロウさん、これ何、カンオケ、これは絆さん、お菓子ありがとう。ハロウィン、骸骨か、これ骸骨か。スーさん、だるま、ニッシーさん、野球ボール、ヨンジーさん、かぼちゃ、ザキヤマさん、ティーティーさん、お菓子、ヒロさん、結婚して、真空圏さん、だるま、ありがとう。こんばんは。お疲れ様です、今日も一日。今日はですね、朝に広島に帰ってきましてですね、そっから今日は25日にね、出演させていただく香川大学祭のレッスンをしてきました。ヒロさん、風船、スーさん、ハート、ニッシーさん、エステウサギちゃん、お菓子、ありがとうございます。ヒロさん、風船、ありがとう。やばいです、もうね、全然できなかった曲数が。ララバイさん、お菓子、ガモーさん、風船、ありがとう。そう、レッスン時間が足りなくて、そう、またね、ちょっと急遽後日入れてもらうことになったんだけど、そう、私がね、一番振り入れだった初めて披露する曲はできたの、もう昨日の夜、徹夜でちょっと覚えたのね、なんとなく。で、今日教えてもらったら結構踊れるようになってできたんだけど、そう、私はね、結構その STU48 として6人のイベントにこう出演させていただく機会が多いから全然大丈夫なんだけど、ミュウポン3期生ちゃんの梶原美優ちゃん、ミュウポンが6人バージョンっていうのが初めてらしくって、で、だからその構成とかわかんないから初めてで、そう、めちゃめちゃ あたふたしてた。私とかそれこそね、一期生さんのあかりんさんとかはね、めちゃめちゃやっぱ6人イベントとかも出られてるから大丈夫なんだけど、だからレッスン時間が足りなくて、そう、ミューポン偉すぎた、
あ、そうそう、バク転できる子。そうそう、めっちゃ偉かった。うん、私だったら絶対泣いてるのに泣かずに頑張ってて偉かった。真央さん、ハートありがとう。そう、私は結構少人数のイベント最近多いので、だからほぼ立ち位置ずっと同じみたいな、なんていうんだろう、だからね、覚え直しとかはないんだけど。そう、もう私最近6人バージョンのプロですよ。だってあのあれも出ても7人バージョンもやったしね、回ループで。結構もうプロってきてます。デイジーさん、ハート。スーさん、だるま、ありがとう。みんなもしよかったらハロウィンギフトお待ちしてます。ジャストミートさん、風船。最新型ポンコツ愛してる、ありがとう。香川大学さん、どのくらいの方が来てくださるのか分かんなくて超絶に不安。でもね、あ、ちゃんとね、その時間が1時間ぐらいあるっていうのはね、あの言っていいよってマネージャーさんに言われてるから言ってるんですけど、マジでちゃんと1時間あるし、多分もう一生することないであろう楽曲できる。私でもやってみたかった曲っていうか、嬉しい。ようさん、お菓子ありがとう。ビーチさん、ハートありがとう。めちゃくちゃに嬉しいの、私個人的、超個人的初披露楽曲があります。TT さん、ハート。ブラピーさん、結婚してありがとう。そうだよ、香川1時間ぐらいパフォーマンスあります。これは OK、 言っていいやつ。もうね、もうね、すごいよ。でも歌いそうやもん、スラハやったことない曲だから、うん、あの歌わないようにしないとなんだけど、マジでね楽しみ。ブラピーさん、コウモリありがとう。だから絶対にお得、お得だよ、コウモリ。そうだよ、1時間激アツ。え、ほんまにすごい。え、なんかね、いつもだったらレッスン全然ね、めっちゃ巻きで終わるの。逆に6人バージョンとかだったら、まあでも今日ミューポンが初めてだからっていうのもあったけど、半分ぐらいしかできなかったですもん、曲。そのぐらい結構みっちりみっちりみっちりだから、香川少しでも迷ってる方がいたら、まあ、今週の金曜日にはなるんですけど、25日待ってます。マジで来てほしい、超楽しみ。行けるとこやったら行ったのに。嬉しい。みんなどこでもドアを今すぐ開発してさ無理だって、無理だってって感じ。香川大学祭待ってる。今月楽しみにしていた香川大学祭、嬉しい。楽しみにしてくれてた。香川大学祭の次の次の日はオンライン話し会だし最高。伊博さん、ありがとう。おかしい。4列目。嬉しい。香川大学祭まだね一般販売中なので、結構やっぱ大学ってことで大きめなのかな、ステージが。めちゃくちゃ楽しみです。お父さん、かぼちゃ。カズさん、結婚してありがとう。どう頑張っても無理、悔しい。大学私通ってないんですよ。しかも高校も通信とかだったから、こうなんて言うんだろう、青春、学校での青春はやったことないから、ちょっとその1日だけで大学感じて、青春、学校の青春感じてくる。私もう人がっていうか、普通に大学生活送ってたら経験しないような
青春、あ、高校とか中学とか普通に通ってたら経験しないような青春をね感じられてるっていうか、体験経験できてるからあれなんだけど、なんか学祭っていうのやったことない、なんかもう恋愛映画の中のものみたいな感じだから、楽しみ。学祭の雰囲気も楽しみ、楽しみたい、楽しみたい。マジで学祭って恋愛映画の中のものだからドキドキする。お化け屋敷とかあるのかな、そんなんじゃないんかな全然わからないけど、お化け屋敷とかさあったりさ、なんかあの男性がさメイドのコスプレとかメイド喫茶みたいなで、女性の方がなんかね、あのホストみたいな、なんかとかじゃないのかな、そんなんあったりせんのかな。お化け屋敷の中でさ、なんかカップルがイチャついたみたいな、ソラ邪魔していくよ、おい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 、そんなんじゃない。大学ってどんなんなんですか。高校とかは恋愛映画で学んだことあるんだけど、大学ってどんなんなんだろう。そう、高校と大学何が違う。なんか高校の恋愛映画でそういう学祭を見たことあるんだけど、どうなんだろう大学ね。食べ物食べたい。でもこの前なんか広島経済大学だったっけなね、スペシャルステージみたいな、ST48 が一昨日ぐらいか昨日かね出てた時はなんかフード食べてたからいいなーってなったけど、食べれるかな。バンドネオンさんありがとう。かぼちゃ大学は自由度が高い。そうなの。香川大学祭楽しみ。しんいちさんありがとう。野球のボールベースボール金魚さんありがとう。風船かゆいかゆい。今日はねお洋服がお家にいっぱい届いたの。あのなんか安いブランドでお洋服大量買いしたのって言っても予約商品がなんかあったっぽくて全然届いてないんだけど、そうもう秋服がもうなんもないわと思って、秋服冬服がそうだから買ってみて。ちょっと今年のさ冬の系統また変わるかもだけど、今のところなんか可愛い系もしたいしかっこいい系もカジュアル系もしたいからあれなんだけど、お洋服買ったみた。キングさんありがとう。野球ボール。シュンボーイさんありがとう。風船。リアルさん、リアルさんお菓子ありがとう。まず一つ目じゃーん、ブラウス、真っ白なブラウス、真っ白なブラウス。徳也さんお菓子、町原さんお化け、ドキちゃんベースボールありがとう。真っ白なブラウス、山田太郎さんありがとう。野球ボール、真っ白のブラウスです。もう本当に袖ありだよ。袖ありこれはなんか本当に 超絶にシンプルなんだけど、そうリボンがついてて可愛くて。藤うさぎさんありがとう。バケスカイホエールさん、キングさん野球ボール、デコピッタンさん野球ボール、中田さんお菓子ありがとう。そうノースリーブじゃないよ、ブラウスで、なんかほんまに何にでも合うものが欲しいと思って買いました。
まあ、上にさカーディガンとか羽織っても可愛いなと思ったし、でこれに合わせて履きたいなと思ったのがこっちや、じゃーん、なんかツイードっぽい黒ベースのミニスカート。もう私こんな、え、なんかね、去年白ベースのこういうスカート履いて買ったんやけど一回も着てへんくって、そう、それも履きたいなと思ってるんですけど、黒ベースのこういうなんかお上品なスカート持ってへんなと思って、そう買ってみた。かわいい？かわいいでしょ？ちょっとなんか系統迷いそうな感じしてるんだけど、このもうほんまに超絶になんか誰みたいな、ソラハの服装じゃないやみたいなんやけど、この逆にこういうのも可愛いなみたいな、ソラハこんなも着るんやねみたいな、白のリボンのブラウスに黒のちょっとツイードっぽい生地のミニスカート、どっちかっていうとサラピっぽいんやけど、なんかソラハあんま着ひんけど、ちょっと冬ってさ女の子がなんか可愛く見えるやん、なんか可愛いけどより可愛く見えるみたいな、ちょっと頑張りたいと思ってでもほんまに今日なんてさ、もうグレーのニューエラのさあのスウェットでさ、なんかあれやけど可愛いのだっていけるんだぞっていうのをちょっと見せようと思って、白のブラウスに黒のミニスカート、デートですね、これデートコーデや、かわいい。もうなすぐほんまに寒くなるからもはや着なあかんって感じなんですけど、やばいです、ミニスカート。シングルンゴさんありがとう。かぼちゃで、次ちょっと挑戦したって感じなんやけど、これももう冬だったら逆に着られへんから、もう今のうちに早起きとかって感じなんやけど、なんとなんとシナノソラハ、寒くても何かは出す、じゃん、オフショルニットみたいなやつ、あのデコルテ、ここの骨がもう見える感じのデコルテ丸見えトップス、デコルテ見えます、しかもちょっと短いからワンチャンお腹も見えるみたいな冬でも相変わらずどっかしら肌見えてるみたいになるんですけど、全部守るのもいいけどちょっとねマイナスして肌見えてる方が抜け感あって可愛いみたいなそうちょっと短めだった想像よりも。確かに実家から戻ってきたから関西弁強め、確かにイントネーションとかがちょっと関西弁かもしれない、関西弁いっぱい着ちゃいます、腕を出さなくなるとと思ったら足を出していく、いや、あ、そう確かに今年の夏あんまり足出してへんかった、なんかね、デニムとか履いてたからあれやったけど、はじめだよさんナイス、ありがとう。斉藤さんナイス、なんでやねんなんでやねん、なんでナイスやねん、みんな露出が好きなんかな。でもこれはほんまに可愛くて絶対に買うぞって決めてたやつやから、まあ、これね、なんかネックレスとかしてちょっと巻き髪してみたいな、なんかいいようなよみたいな、ちょっと目指します。さっきのは可愛かったけど、これはどっちかっていうと綺麗めな感じで、まあ、大人っぽいのにも挑戦したくて買ってみましたなんでやねん。今日はエーランチさん、何これ、グレート、やった、褒められた、みんな露出大好き褒め、あの露出増えたら褒められるんかな。ヒデさんありがとう。コウモリ、布なんて少ない方がいいか、やばすぎ布、そうなんや、少ない方がいいんや、じゃあ夏は大好物や、大好物やん、夏は圧倒的大好きや。で、ゆずちゃんハートありがとう。で、まだね、ほんまあるんですけど、もっと買ったんやけど、ラスト
今回の届いたやつは。じゃーん。これだけ見せたらほんまにやばい人みたいななるからあれなんですけど、3点セットです。スーさんおばけありがとう。これが中に着るやつで、これがちょっと違うって違うって、でこれが上に羽織るやつで、下のズボン3点セットです。ちゃう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 って、この上だけなわけがないよみんなさすがになんかこの中これだけはさすがにやばいから、まあ、T シャツとか長袖とかも着ていいけど、その移動期間、移動中なんやろ、ね、ダンスできる人、そうなんかレッスン着にもいいし、スーパー行くだけとかのそういうね、だるぎっていうんかなでもいいし、新幹線移動とかで、あんまりもうおしゃれ衣装着る時とかね、まあまあまあフェスとかやったらおしゃれしていた方がね、他のアイドルさんとかもいらっしゃるからやけど、移動着とかにいいなと思って、このこれちょっとこれソラハもちょっとびっくりしてるけど、これとこの下にこれ、えもうジム女みたいになる。しかもめっちゃ生地がいい。あなんか裏キモい、冬にいいねこれ。で上はこのパーカースウェットで、しかもちょっと短め、これも短めやからあれないけど、なんかねダンスできそう。えこれキーちゃん、これかわいい、いいじゃんこれ、買いました。グレー、なんか他にも色あったからいいなと思ったんやけど、えこれ着てみてよかったら買っちゃおう、もう一色。3点セットやからね、ちょっとね4000円ぐらいするんやけど、でも安いよね。ゆうたくんインクしてありがとう。パーカー寿司好き、ほんまにこれはね、あの帽子ついてへんからあれやけど、そうかっこいいのもかわいいのもなりたいっていう気持ちだよ。こんばんは、やはやはさん、お化けありがとう。3点セットで4000円。これはあれですよ、グレイルです。私ねえ、グレイルはマジで安いから、メンバーも結構来たりとかしてるんですけど、グレイルもう超絶安いです。なんか今冬服って売り出されたばっかしなの、ニューアニバーサルじゃないけど、なんかニューなんちゃらみたいなで販売発売されたば、販売開始されたばっかしやから高いんですよ。だって買いたくないっていうか買えへん、高い、定価あんまり買わへんから、相当一目惚れとかしないと買わないんですよ。だからその季節が始まる時はちょっとグレイルでこうお洋服をゲットして、だんだん時間が経っていったらそういう値引きとかちょっとずつされるから、その時にお店とかで買うんやけど、だいたいちょっと季節の始まりはグレイルで服を揃えたりする。でも最近全然買ってへんかったから久しぶりに買いました。めっちゃね、生地とかもね、まあ当たり外れあるかもしれないですけど、ユッキーです。しんいちさん野球ボールと、たむたむさんハッピーハロウィンあ、そう、アライバルニューアニバーサリーじゃないかいさんお菓子、たむたむさんお化けありがとう。みんなもしよかったら待ってます、ハロウィンギフト。ニートさんありがとう、野球ボールでですね、これが今日届いたものなんですけど、兵庫県でね、カズさんお菓子ありがとう。
買ったものを紹介したんですけど、なんとですね、この前白ガチャガチャしたって言ってさ、ショールームでも見せたし、あのインスタストーリーでも載せたんですよ。であれをね、そのパパとかママに見せたら、めっちゃ可愛いって言われて、可愛いよなみたいな、であそこのガチャガチャコーナーにあったみたいな言ったら、そう昨日の夜か、そう神戸の六甲山牧場行った後にパパが寄ってくれたんですよね。たまたまさん、ゆうぶつさん、お菓子ありがとう。でね、あったの、何個かあって、でやっぱさ、白ってなったらしんちゃん引きたいやんと思って、引いてみようと思って、で一回引いたら、なんと白、えみたいな、さっきの白引いたのにまた白やんってなって、さすがに連続はないやろと思って、もう一回引いたなら白えみたいな、白2体プラス家にあるやつやったら3個なるって思って、嘘やんって思って、もうでもそう小銭がもうなかって、だからパパがじゃあひや回すから、これで白じゃないやつ出たら、あの買い取ってやって言われて、パパが欲しいってわけじゃなかったから、だからあ全然いいよって言ったら、違うそのチョコビのねガーみたいな出たのよ。でおーってなって、でなったらもうそろそろ死んじゃんかなみたいなってなったら、でブリブリザイモンとか出たので、おかぶってないかぶってないと思ったら、そっかり空振り出したんよ。いや止まってって話なんですけどそんな何回もせず止まってって話なんですけど、かぶり出したので、ようやく5、6回目にしてしんちゃん出たんよ。しんちゃん出たってなって、でもソラハはじゃあもう買い取る買い取るって、新しいその出てへんキャラクター白以外買い取るってなって、だからもう他も全部2体とか1体ずつあるんよ。でなったらママがなんか、えせっかくやったろみたいな、その実家の篠野家にもしんちゃんとか並べておきたいって言って、寝やろうやって言ってやりだしたんですよ。なら、まあ、止まらなくなったわけですよね止まらなくなったわけですよ。ねえ、もうやめよ、これ意味ない、こんな同じやつあっても意味ないってなって、やめようってなって、でもう離れたんですよ一旦。でもずっと買い物してる時にママが、いやーしんちゃん欲しかったなーみたいな、ここまで来たら欲しかったけどみたいな、もうなあと何回かやって絶対出るって確証ないからみたいな、めっちゃブツ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 してたよ。だからもう絶対これ後からなんか言うやつやんと思ったから、もうパパに買い物終わったらもう一回ガチャガチャ行って引こうみたいな言って引いたんですよ。だからなんとですね、売り切れになりましてソラたちが引きすぎて2回目行って引いて、もう売り切れになって空っぽになっちゃって、合計引いたのが11回、やばすぎやばすぎな、ほんまにやばすぎな、ほんまにやばいって、4400円、やばすぎ、やばいって、やばい。しかもしんちゃん1個しか出ませんでした。その後もう1回行って、あと2個しか残ってなかったよ、2個しか残ってなくて、で2回回してしんちゃん出ずに、また白となんかブリブリザイモンとか出て、えみたいな、11回回したのにしんちゃん1個、しかも全4種だからしんちゃん2個入っとってもいいねん。だから白が一番多かった。昨日な、もう写真撮ったもおもろくて、あでも白が一番多いじゃないな、白自分で引いたやつってなると、まあ言うたらソラハが引いたのもやったら4つ、ブリブリザイモンも4つ
ほら見てこれ。でもソラハが欲しいって言ってたやつやから、ちょっとしんちゃんいただいて、私はコンプしたんですけど、家族は白とこのチョコビとブリブリザイモンで、この3個はなんかママの友達が好きらしいから、しんちゃんプレゼントするらしいねんけど、やばいって。11個は4400円、やばい。天然うなぎさん、お菓子ユンジーさん、何これ、わお。としきさん、ジンライさん、お菓子、つばめさん、ゆうたくん、お菓子、めんさん、ハート、つりきちさん、かぼちゃ、ありがとう。いきやすお疲れ、もちあださん、小判、アスパラさん、野球ボール、斉藤さん、ナイスありがとう、アスパラさん、野球ボール、ありがとう。そう、一回400円のね、これね、光るからね、光るから高いの、光るから高いんよ、これ。もうお腹全部袋とかバイバイしたんやけど、かわいい、しんちゃんかわいすぎ。りおちゃん、お菓子、宇宙王さん、お化け、ありがとう。しかも思ったより大きいしな、めっちゃ発酵してくれるし。ブリブリダイモン、これ並べたらめっちゃ可愛いやん。どこに並べよう、テレビの前とか。白、これは自分がね、一昨日に引いたやつ。で、これチョコビ、なんちゃら山みたいな、なんちゃら山みたいな名前だ。ペニちゃん、ありがとうね。可愛いよね。で、そのさ、はじめ空が回したりとかしとったんやけど、後半全部パパがね、やってくれたの、両替とかして。で、なんかさすがに申し訳なくて、後からそれ現金持ってなかったから、お母さんにだけどちょっとペイペイ送金したんやけど、もうなんか申し訳なかった。でもなんかそういうガチャガチャとかも全然してへんかったから、楽しかったって言ってくれたママたちが、キャーとか言ってたね、うわー一緒やーとか言って、めっちゃ楽しかった。動画あるんやけど、そのパパとかママとかの声入ったとか聞かされへんけど、めちゃくちゃ楽しかったよ。ベニちゃん、野球ボール、ヒロックさん、ハート、イキャスさん、カモちゃん、イズちゃん、お菓子、イキャスさん、頑張れ、愛知のひろゆきさん、ありがとう。お菓子、ね、電気消してみる。まずは白、おお。で、このなんちゃらやもんみたいな、あれやな、このさ、外がさピンクやからちょっとピンクっぽく見える、ハロウィンっぽい。確かにハロウィンな。つりきちさん、ありがとう。お菓子、アイスのひろゆきさん、お菓子、ありがとう。で、ブリブリザイム、多分電気の色は多分一緒やと思う。電気の色は一緒やけど、このね、白は白いから白っぽく見えて、チョコビはピンクやからピンクっぽく見えて、ブリブリダイモン、こんな感じ。通勤急行通過駅さん、ありがとう。お菓子で、ラストしんちゃん、おー、ちょっとなんかに乗せたいけど乗せるものがない。乗せたいのに、あ、これパック、あ、全部乗らへんかも。ちょっと全部うまく乗らへん。
じゃーん、こんな感じかわいいんじゃない、かわいいんじゃない、これ、じゃん、いやー、これいろんなところにさ置いとったらラボみたいになりそうやな、かわいいじゃん、かわいいじゃないの、これすぐね電池なくなるから、でもねつけてへんくてもかわいいんですよ、こうやって置いとっても、置いとってもかわいいっていう、え、かわいくない、これ置いて、え、かわいい、楽しみ、これ後で飾ろう、え、てかもうこれ、え、机に置いててるだけでかわいい、なんかちょこんって座っててかわいい、これ1個400円です。ちなみに私が一番欲しかったのは白で、あの自分で一人で弾いた時に一発で弾いたから、これで止まってたらよかったんですよ。でもね、家族と楽しくこうやってね、なんかガチャガチャで楽しんでたのも幸せやったし、あのね、しんちゃん弾けたし、みんな弾けたし、コンプできたしで幸せでした。ひたち3号さんありがとう、かぼちゃいい感じ、いちごさんありがとう、お菓子、かぼちゃありがとう、そう、ママとかがすごいなんかわー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 しとって楽しかった、よかった、楽しかったです、えー、なんかちょっと待って、しんちゃん弾いた時やばいねって、ちょっとね、お父さんの声が流れない、みやさんはったりやった、どんなやつだったよ、音どんなんかちょっと見てみるわ、そのしんちゃん弾いた瞬間、動画も音撮ったやん、ずっと、そう楽しかった、なんかもうほんまに、楽しかった、なんかさ、マジ聞かせたんやけどさ、お母さんもお父さんもめちゃめちゃ喋ってて、あるよ、父さんが笑ってるわ、ちょっと待ってな、お父さんの笑い声とかお母さんのうわーとか言っとるけど、そらはもうそらはの過呼吸がすごいからってなっとるんやけど、わかる、このなんかもうねえ、もう誰もおらへんかったよ、もう夜や、私ガチャガチャのところにも子供がおらへんかったから、もうただ大人と大人が占領してみたいになったんやけど、かわいいやろ、超楽しかった、もう初めは色味的にその紫に見えたんよ、だけどブリブリザイモンまた出たとか思ったら、まさかのこの赤っぽいやつで、お母さん拍手してましたおもろすぎ、おもろ、楽しかった、え、そうそうそう、死ななけ、死ななけいいですよ、パパはいろんな声持ってますよ、
これはテンションが高い時のパパ。怒ったらバカ怖い。怒ってる時の声じゃない。そう、楽しかった。これでもね、なんかさ、申し訳なくなって後からね、あのね、お金送金したんだけど、めっちゃこの日使ったの。でもね、そう、六甲山牧場、六甲山牧場の話をまたさせてほしいんやけど、今日はちょっとね、六甲山牧場の話はまた後日しようかなと思うんだけど、明日とかに。六甲山牧場はもう全部パパが運転していってくれたし、もう食べ物とかね全部払ってくれたんですよ。でその後に神戸やったら私アンパンマンミュージアム行きたいと思って、そう、なんかこの前 X で回ってきて、そう、アンパンマンミュージアムでしか買えないキーホルダー出ました、出ました。あの、実用性はあるかないかと言われたらないであろうキーホルダーなんだけど、 X で回ってきて、その子供ミュージアム限定って、なんかその X で回ってきたのは、もうめっちゃ、もうほぼ全種類買ってる人がポーチに詰めたりとかカバンにつけてる写真が回ってきたので、別にそのミュージアムを回るとか見るとかもしたかったけど、もう時間が時間で、もうほぼ1日その六甲山牧場で遊んだ後やったから、時間もなくて、しかもそのアンパンマンミュージアム入るのに時間、お金がかかっちゃうんですよ。でアンパンマンミュージアムは2階で、1階はまあ、おもちゃ売り場とかご飯とかが買える無料、誰でも無料で入れるスペースで、その一階のスペースにジャムおじさんのパン工場っていうのがあるんですよ。でこのジャムおじさんのパン工場で買える、そう、キーホルダーが欲しくて、このジャムおじさんのパン工場はアンパンマンの顔とかドキンちゃんの顔とか食パンマンの顔とかのあのパンが売ってるんですよ。もうマジモンのパン、カレーパンマンとカレーとかクリームパンナちゃんクリームパンみたいなが、本当にそういうのが売ってるところなんですけど、そのパンをキーホルダーにしたみたいながあって、それが今年の8月とかに発売されたんですよね、新しく。でそれが X で回ってきて、もうガチで可愛くて、でアンパンマンミュージアムってどこの県にあるわけでもないんですよ。福岡、名古屋、兵庫県、神奈川横浜とか、そう、限られたとこしかなくて、え、そう、クリアケースに入れてたのが、そう、それそれがもうほんまに欲しくて、でせっかく神戸来とるんやったら、あ、高知か、高知でもう欲しくて、お父さんに帰りに時間があるんやったら寄ってほしいって言って、そう、寄ってもらって買ってきた。しかもね、私が買いたいって言ったら妹も買いたいって言って、で妹お年玉とかのお金があるらしくてね、何円あるみたいな言って、1個これキーホルダー500円するの。ちなみに本物のパンは480円でパンより高いですけど、キーホルダー1個500円でね。で私が買いたいって言ったら妹も買いたいみたいな、真似したがりやからそうで、妹も自分のお金で2個買ってたんですけど、なんかね、なんか今例えばプリキュアとかラブ&ベリーとか、こうなんか平成の時に流行ってたとか、幼少期の頃に見てた遊んでたもののキャラクターが大人になった今、なんかその大人世代に流行ってるんですよ。だからガチャガチャとか、そのアンパンマン、クレヨンしんちゃんとかドラえもんとか、そのラブ&ベリーとか、いろんなその昔流行ってたやつ、昔自分たちがやってたやつをが流行ってるの、すごい世代、20代とか30代とかの方にね。もちろんずっと10代の方とか流行ってるかもしれへんけど、でそれの関連で、そアンパンマンってほんまにもなんか幼少期、もうなんか2歳3歳4歳とかじゃないですか。でもああいうのを持ってたら可愛いしっていうので、今若い世代に流行ってんので、それで私はそれに乗っかろうじゃないけど、それで、まあ、しんちゃんとかもそうやし、
ね、ラブ&ベリーとかも好きなんやけど、それ関連でアンパンマンも行ったんやけどね。そう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 、パセも好きよね。お邪魔状私分からんけどデイジーさんお化けありがとう。で想像よりもちっちゃくて可愛くて、うん、一目惚れしたんだから。だけどめっちゃ買ったの。6個買ったのだけど3000円飛んでいきましたエイさんかぼちゃんありがとう。ちなみにキーホルダーで3000円飛ばしました。もうほんまに信じられへん。でも聞いてください、半分は自分じゃないです。半分はパセに誕生日プレゼントで買ったんですけど、でも早く渡したいっていう。え、やばい、お洋服と一緒やばい、お洋服と一緒やばいそう、誕生日プレゼントに入れようかなと思ったけど、次広島に帰ってくる時にもう渡して使ってほしいぐらい。そうだからめっちゃ迷うんやけど、半分はパセです。半分は自分、半分はパセです。天然うなぎさんありがとう。何だったっけ、骨のやつ、なんか骸骨だ。エイさん風船ありがとう。でじゃん、赤ちゃんマン見て、このなショップバッグがちっちゃくなってるのもついてるのよ。可愛くない？これはスクイーズとかじゃなくてカチ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 系です。可愛くない？え、可愛くない？こんなんカバンにぶら下がっとったら好きになるやんって話なんですけど、これと女の子を買いました。ドキンちゃんとコキンちゃん、これは、まあ、どっちかがどっちかなみたいな。でメロンパンナちゃんとロールパンナちゃんです。もうこれ半分こしようと思って買いました。え、誕生日プレゼントに渡したいけど、でももうすぐ渡したいっていう。これもほぼなんかもう毎日何かしらプレゼントしすぎて、もう誕生日プレゼントって多分特別感ないと思うんやけど。可愛いやろこれ。これのパンが普通に売ってるんです、食べれるパンが。それはこのぐらいやけど、とかもあるんやけど、そう買った。ちなみにアンパンマン、カレーパンマン、食パンマン、バイキンマン、カバオくん、クリームパンナちゃんかな、おるとドキンちゃん、コキンちゃん、赤ちゃんもメロンパンナちゃん、ロールパンナちゃん11で全コンプしようかなと思ったけど、いや女の子買って半分こしようと思って。そうもうやばいです、ガチャガチャといい、これといい、もうほんまにええ加減にしなはれって感じなんですけど、ちょっとね買っちゃった。ソラハはどれ、え、ソラハは赤ちゃんマン赤ちゃんマンがお気に入り。でもパセにあげようと思っとるのは、パセ聞いたんよ普通に、え、何が好きみたいな、アンパンマンのキャラクター何が好きって言ったらコキンちゃんって来たの。でもなんか性格が良くなくて好きじゃないみたいな性格が好きじゃないみたいな、顔は可愛いけど性格が好きじゃないって言って、で何他はって言ったら赤ちゃんマンって言ったけど、私も赤ちゃんマン欲しいと思ってたのね。赤ちゃんマン、赤ちゃんマン、そらもね多分ね、みんな一緒やもう、なんか赤ちゃんマン、赤ちゃん、でもなんかねコキンちゃんちょっと離れてる目が、そういうドキンちゃんに比べると、だからまあコキンちゃんあげようかなと思ってるけど、だから私ドキンちゃんで
私メロンパンナちゃん好きやから、メロンパンナちゃん、ソラハ、ロールパンナちゃん、ロールパンナちゃんはめっちゃ大人だよね。パセはパセと大違いとか言ってロールパンナちゃんマジで大人だけど、だからドキンちゃんコキンちゃんの姉妹では妹のコキンちゃんをプレゼントして、ロールパンナちゃんメロンパンナちゃんの姉妹ではロールパンナちゃんをプレゼントしようかな。可愛くない？私はこれかな、お揃いにしたい方、私はこれです、私はこれ。コキンちゃん可愛いな。でもね、喜ぶ顔が見たいからコキンちゃんプレゼントする。私めっちゃピンクやん、なんか。だってさ、これさ、これ、これした方が可愛くない？なんか色に。いや、でも自分よりも相手が喜ぶ顔見た方がいいから、これをプレゼントします。赤ちゃんマンはお乳目、赤ちゃんマン、お揃いにしよう、お揃いにしちゃおう。1個500円。もう全部欲しくなってきた。多分さ、収集癖みたいな、収集癖あるの、本当に収集癖あると思う。スーさんありがとう、レインボースター。そう、美味しそう。いや、わかる、美味しそうだよね。バブじゃないよ、そらそらバブじゃないよ、赤ちゃんマン。天然柳さん、お菓子ありがとう、いっぱい買ってしまった。でも兵庫県でしか買われへんしね、パパが車あるから連れて行って言ってもらえます。いいんだいいんだ、別に。やばい、いっぱいいっぱい紹介した。お洋服とガチャガチャとアンパンマンミュージアム。パンも美味しそうやった。後悔はない、全然。確かにお金は確かにいっぱい使ってしまった。でもね、頑張らなあかんし、そう、記念やし、こういう時にしか買えへんし、広島にあるわけじゃないからね。アンパンマンミュージアム楽しかった。やばい、今日はね、そう、夕方にそうレッスンが終わって帰ってきて、ご飯食べて寝ちゃったので、起きたのね、今めちゃくちゃもう元気もりもりアンパンマンって感じで。で、明日のお仕事のしないといけなくて、やばい、明日緊張する、ガチで緊張する。そう、何かは言えないんだけど、みんなにいいお知らせができるやつなんだけど、明日のやつ緊張する。超絶に緊張するの。大丈夫かなみたいな、何するかあんまよく分かってないっていうか、その明日行かないとわからないって言われたからあれなんだけど、やばいな、超ドキドキする。うえーん。でもマジで みんなにいい報告できるやつだからね、ちょっと楽しみではあるんだけど、ロケとかじゃないの、ロケとかじゃないんだけど、ドキドキです。この後やります。前々から言ってる、あのいい報告なんだけど、結構いい報告だと思います。またね、時が来たら話します。やばーい、私の脳がフル回転、今日は振り入れで脳がフル回転したんだけど、みんな想像してないと思う。ちなみに信州とかではないんだけど、みんな想像してないと思う。みんな想像できないことだと思う。なんかプロデュースとかでもない。で、本当にいいお知らせだと思うから、ソロはね、わかんない、みんなからしたらって感じかもだけど、ソロからしたらとても嬉しいことなので、頑張る。でもそんな1日とかじゃないからあれなんだけど、超ドキドキする。でも明日、あの別に明日のやつっていうかは一人じゃないから、っていう、一人じゃないから頑張るー。にゃー、
でもね、早寝、頭フル回転だから早寝は、早寝っていうかいっぱい寝たいからあれなんだけど、この後ちょっとやらないといけない。斉藤さん頑張れ、ナレーさんお返し、イケアさん頑張れ、ありがとう。そう、いや全然多分めっちゃ先かも、発表されるのは。知らない、いつなんやろな。もう発表できるんならプーンってしたいけど、多分そんな、なんかすぐ発表できる系とかじゃなくて、時間がかかる系、遅刻期間だから。そう、時々でもワクワク、めっちゃワクワク、自分がやりたいことっていうかだから、めちゃくちゃワクワクなんよ。でもそう、明日どんな感じでするのかがそう分かんないから、ドキドキ。頑張る。でもほんまにね、マジでマジでいいことだから、イエーイ。ソラハが嬉しい、ニコニコですみんなびっくりすると思う。ソラもびっくりだもん。いっぱい匂わせしとこ、びっくり、楽しみだよ。ドキドキだけどね。マジで明日、だけど明日終わったら超ね、もうドキドキがなくなって、もうワクワクルンルン、楽しみしかないと。どんな感じになるんだろうな、わかんない。ソラハが喜んでて嬉しい、ソラハが嬉しいことならめちゃめちゃに楽しみにしてる。楽しみにしてて。あの時言ってたやつこれですってさ、発表されたら言うから。そう、みんなに気になるだけで鳴らしておいて最悪。そう、嬉しい、運命共同体、ソラハが嬉しいことはこっちも嬉しいこと。そう、楽しみにしててください。ユンジーさん風船、ユウさん誰もありがとう、気になっててください。もうこれでみんなソラのことずっと考えられるでしょ。知らん、ほんまにごめんけど、いや年内に発表かすらも分からん、どのタイミングで何を発表するか分からんけど、とてもドキドキワクワク。でもね、選んでいただいた経緯とかいろいろ知ってるんだけど、だからこそも頑張りたいって思ってる。またそれが来たら言うね、全部話すね、話せる範囲で。頑張ります。ヒントください。ソラハがやりたいことです。ソラハがやりたいことです。楽しみにしててね。最近頑張る。ごめんけどほんまに写真集じゃない。写真集やったらもうジムとか通い出すから。剣道やるかもしれん。楽しみにしてて。それではそろそろ配信を終了したいと思います。うわ、お風呂しんどいな、お風呂が一番嫌だ、お腹ぐるぐる。今日はね、不健康極まりない生活をしててよくないんですよね。あ、ラーメンではないごめんね、ラーメンではない、食べるとかじゃない。今日は朝新幹線の移動中にシュークリーム食べて、レッスン頑張って、レッスン終わった後買い物行って帰ってきた後にポンデリングとココナッツチョコレート食べて、ちっちゃなブラックサンダー食べて、そっから何も食べてないの。でも あとカフェラテ飲んだけど、でもなんかお腹空いてなくて。明日はちゃんとご飯食べよう。健康極まりない生活しててあれだけど、あ、野菜ある気がするな家に。そう、マジでダイエットも頑張るって決めたので、もっと自分磨き頑張ります。いろんな磨き頑張る。りんたろうさんお菓子ありがとう。みんな共分のお菓子っていうか、無料のお菓子ギフトとか無料の共分のコインとかは投げ切ったかな。まだの方はお早めにお願いします。それでは
誕生を読みます。13位ひろさん、12位としげさん、11位つりきちさん、10位すーさん、9位かいとさん、8位はじめだよさん、7位りんたろうさん、6位きずなさん、5位天然うなぎさん、4位ゆうたくん、3位斉藤さん、2位たむたむさん、そして1位はいきゃっさん、ありがとう。ゴールデンチョコレートもあるよあります、家に。あともう一個残ってる。ちのさん結婚してありがとう。このあとインスタストーリー投稿しよっかな、迷っちゃう。インスタストーリー、インスタストーリー投稿しようかな。みんな今日はね、おはよう、おはようポストして X に。投稿したので見てください。そしてインスタストーリーあげれたらあげます。それではまた明日も頑張ります。あのお仕事前に配信ができたら、もしかしたら今日みたいな時間に配信するかもです。11時とかに。その時はまた遊びに来てくださると嬉しいです。皆さん今日も一日お疲れ様でした。今週はね、香川大学祭とオンラインお話し会があるので、それを楽しみに一週間頑張っていきたいと思います。皆さんも一緒に頑張ろうね。メールの返信とかストーリーへのコメントとか待ってる。ではあいちゃらぽー、またね、おやすみ中、いい夢見れますように。バイバーイ。